ベルの木とは、ミカンかミカン赤の落葉鉱木の一種である。原産地はインド及びバングラデシュである。食用となるが何らかの調理、加工をして食べる方法が目立ち、薬用植物としては特に下痢によく効くものとして知られている。また特徴であるサンデの葉や果実などに関して、ヒンドゥー教では、シガ神や時に、ラ落種イージンなどと結びついた逸話がいくつも存在し、 聖なる木として知られ、サンスクリットによる文献にもビルバなどの名でたびたび現れる。原産地においてはベルの木にちなんだことわざもいくつか存在する。記載されてから半世紀ほどの間は今日の植物分類体系を通してみれば木レベルで異なる種と同族とみなされていた。参考、ベルの木とは分類学的に全く異なる種である魚木。文献によって ベルの木との混同が見られるが、ベルの木もはじめのうちは巨木と同じ属に分類されていた。ベルの木の学名として、植物学的に有効な最初の記載が行われた、ものは、リンネの植物の種におけるクラティバ・マーメイロスである。種称名マーメイロスはポルトガル語、マーマレラ、マーマレードの天下で、 インドで現地人が果実をマーマレードにするらしいということに由来する。しかしリンネがシーマーメイロスと共に同族の種として記載を行った南米産のクラテバタピアは今日用いられている植物分類体系 APG4 においてはムクロジモクミカンカノベルの木とは全く異なる油ナめ風潮木か魚木属とされている。 南インドのドラビダ諸語での呼び名がわかる文献を見ると、タミル語ではヤなど、マラヤーラム語では、テルグ語では、などといった呼び名であるが、これらは巨木と混同されている。ドラビダ諸語の故障の一部は、陰ー語族のサンスクリットあるいは、カラの釈用によるものであるが、サンスクリットではベルの木の方のみを指すとされる。ヒンドゥスタンで、薬用となる植物などについて列挙したエインズリーは、 ビルバムの葉というタミル語名に相当するものを、クラテバレディ・ヒューザ・バルとしているが、旧植物園の植物学名目録であるジャクソンなどは、エインズリーの言うクラタバレディ・ヒューザは、ベルの木のこととして扱っている。ベルの木の特徴に関しては、特徴にて口実するが、巨木とは、葉が三でで、コバが大円形、丸い果実をつけるという共通点が見られる。 ベルの木は1800年になって、ポルトガル人の修道院長兼科学者のジョーゼ・コレイヤが、セラにより、果実の作りが巨木族とは異なるという理由でアグルという、新棚族に移す学説が発表され、やがてこれが受容されていった。この新族名は、ギリシア神話に登場する、世界の西の果てにあるソノを管理する妊婦の集団、ヘスペリデスのうちの一人である、アイグレイの名によるものである。 ベルの木が属するアイグレ属は人絵型である。原産地はインド及びバングラデシュであり、スリランカ、アンダマン諸島、東ヒマラヤ、ミャンマー、中華人民共和国中南部、ラオス、カンボジア、ベトナム、インドネシアのスラウエシシマ、小スンダ列島、果てはトリニダードトバゴにも移入されている。寺院の近くに植樹される傾向がある。ベルの木は落葉性香木であり、枝に、 多くの刺しを持つ。樹幹は柔らかく明灰色で樹皮がコルク質、不規則な白片となって剥げ落ちる。葉は山での服用で、小葉は長楕円形、葉園は鈍い巨子状である。花は塩水果樹で、両前下、緑白色であり、方向がある。果実は卵、楕円型で、計10センチメートル、硬い殻を持ち内部は室が不鮮明で果肉は鮮黄色。 透明な粘液を含み、扁平な種子が散在する。ベルの木はインドでは、熱帯乾燥常緑林にも乾燥落葉林にも見られ、赤色の含む鉄あるいは、砂質ロームの土壌上で生育し得る。東南アジアにおいても乾燥林に広く見られる。ベルの木は、実が食用、根、葉、実が薬用となり、他に、果実の粘液が、水彩画のニス、火比が、 サラサ用の黄色染料に用いられたりもするが、原産地で信仰されているヒンドゥー教徒も様々な関わりが見られる。東南アジアでも栽培される。ベルの木の果肉は食用となり、成熟した果実がマーマレードやシャーベットなどに加工される。果肉を覆うからはあまりにも硬く、果肉を得たい場合にはまずハンマーやマチエーテといった道具を用いて殻を叩き割らなければならない。 味は、寒酸味なく、やや苦味がある。インドでは、英名のベールフルーツで売られ、市場で入手することが可能である。ベンガル語圏では果実を細かく刻みシロップに浸して、火を通したベレルモロッパという料理が知られている。ベルの木はインドからジャワにかけて、薬用とされる。火火に、精油1%として、シトロネラール、フェランドレン、ピーシメ面、 クミンアルデヒドなどをクマリン誘導体として、ウンベリフェロン、インペラトリン、マルメシンなどを含む。果肉には、マルメロシン、ビタミン C、タンニンが含まれる。根には、アウラプテン、ウンベリフェロン、ルペオール、シキミアニンなどが、樹皮には、ガンマファガリン、マルメシン、ウンベリフェロンが、歯には、エゲリン、シキミアニンが含まれる。半熟の果実には修練作用があり、 消化器系の刺激過敏を減少させ、ギリや赤痢によく、効く。他にも利尿剤とされたり、アトニーに用いられたりする。成熟した果実は消化促進、寒化、寒障害に、コンピは、下熱に、歯は、血膜炎、外傷、皮膚のかゆみ、足のむくみ、海洋に用いられる。ベルの木の効能は、チャラカサンヒターにも記述が見られる。使用法は、未熟果実は煎じて服用。 根は煎じた汁や浸出した汁を用い葉は絞り汁を用いる。芝信仰の一環として、リンガにはベルの木の葉などがお供えされる。インドのジャールカンド州、ダルマー、ワイルドライフさん口割り内の寺院にて、ベルの木はヒンドゥー教の神々に関する様々な逸話を持つ。とりわけ芝神とは太古の昔から結びつけられてきた。暗い色合いの三原の葉は、 柴神の象徴とされ、柴神の持つ創造、保存、破壊という三つの役割になぞらえられ、葉の形も芝神の三つの目に似ているとされる。柴神の寺院では、柴神に捧げられた葉が、プラサーダとして信奉者たちにも与えられる。マハーバーラた第12巻、シャンティパルバでは、鉄先で夜を明かす羽目に陥ったカリウドが、ベルの木に登り、 その葉を何枚も蒸しって地上に落としたところ、実はその日が、芝ラートリという芝信仰にとって重要な祭日で、木の下にあった、リンガの上に葉を乗せるなどといった、芝信仰における善行を知らず知らずのうちに行っていた、ために芝神の恩恵に預かることができたという内容の話が語られ、これと同じ類型の民話が、タミル・ナード州・タンジャーブール県のティルバイガーブール、 ジーンやバーラーナシーにも伝わっている。またベルの木は、芝神だけでなく、この木を住みにしたと信じられる、幸運の女神ラクシュミーとも関連づけられる。スカンダプラーナによれば、ビシュヌ人が芝神をあがめていた時に供物を切らしてしまったが、ラクシュミー人は、この際にベルの木を作り出し、ビシュヌ人はその葉を用いて芝神への奉仕を、完遂したとされる。場合によっては、 ラクシミー人自身が、芝神の熱烈な信奉者として描かれることもある。オリアーの民話では、富と成功の女神であるラクシミー人がレンの蕾千個を、芝神に捧げようと決心し、999個集めたところで、残り1個がどうしても見つからなかったが、以前ある詩人が、自身の胸を優しいはずのようだと形容したことを思い出し、チブの片方をリンガに捧げ、 彼女の献身に胸を打たれた芝神が彼女のチブサをベルの木の実に変え、今後はベルの木の若枝も添えない限りいかなる祈りも、聞き入れはしないと宣言したと語られている。ベンガル語辞書もベルの木を表す、故障の一つであるの語源解説として、幸運の女神が自身のチブサを切り取って芝神に捧げたいツアーを取り上げている。なお、ベンガル語のスリポールとサンスクリットののいずれも、教示的に、 生、果実と分析することも可能である。ラクシュミー人を芝神の熱烈な信奉者として描いた伝説は他にも存在し、それは例えば以下のようなようなものである。ラクシュミー人は、サラスバティ人と共に、ビシュヌ人の妻であったが、ビシュヌ人がサラスバティ人の方を偏愛したために、ラクシュミー人は怒りに燃えて芝神を崇拝しだし、長きにわたって、 瞑想を続けるも、彼女の目の前に、彼が権限することはなく、その後彼女が、ベルの木に変身したところ彼がその木に住まうようになった、というものである。タントラ教の伝承などによれば、ラクシュミイ人は、メウシとして生まれ、その糞からベルの木が生じ、それゆえに、ベルの木は、聖なるものと考えられるようになった。なお、初期ヒンドゥ教の伝説によれば、ベルの木は、女神、 パール・バティの額から生じた汗が、創世神話である父改革藩の際に使われた、マンダラ山に滴り落ちて生じたものとされる。ベルの木はまた複数のインドの名高い文献においても、言及が見られる。例えば祭祀に関する聖典、ヤジュル・ベーダではベルの木から得られた材を、生贄の柱に用いたとされ、ベルの木は、太陽が再び現れた後に起き上がった、と謳われている。 また、地法に関する聖典、アタルバ・ベーダにおいては、ベルの木はあまりにも神聖であるがためにその材を、焚き木として燃やしてはならないと記されている。そしてバールミーキがまとめた、除地誌、ラーマーヤナにも複数回登場し、それは以下のようなものである。なお、ベルの木は仏典においても、ヒラバーの名で現れる。ことわざベルの木が生育する地域には、 木にまつわる様々なことわざも見られる。ビハール州には、ピア・ムンドロ・ベイル・タール、ハゲはもはやベルの木の下にはあえていくまいというものがあるが、これはベルの木の実が、ハゲ頭の人の頭上に好んで落ちてきやすいと言われていることから来ており、日本語で言えば、こうに懲りて、ナマス往復に相当する。またベルパコル、カオケ・ボップラカン、ベルの木の実が熟したとして、 カラスにとって何の違いがあるだろうかというものがあるが、これは、あらゆる果実をつついて、穴を開けられるカラスであってもベルの木となると熟したとしても、なおからが固く不可能、ということから来ている。ベンガル語にもベルの木とカラスの両方が登場する、ことわざ、ベルの木の実が熟してもカラスの何になる、があり、終わってしまって、何の利益も見込めなくなった事象になおも、 固執し続けている人がいる際に用いられてきた。インド、インドバングラデシュ、スリランカ、タイ、ミャンマー、ミャンマー及びタイ、具体的には、種子の肺がが、小さな養根や肉質で、大きな平凸の使用を持ちかつまっすぐであり、腹ざもむろ多く持つ果実の中央にあるといった点が、風潮木か巨木属ではありえないというものであった。ちなみに、 ここに挙げた特徴はベルの木と同じみかん家ではあるが、別族の像のリンゴにも当てはまる。第2版では1964ページ。1982年に刊行されたビハール語の一種、ボージュプリー語のことわざ集には、というものが収録されている。ABCF、暗色のジャスミンという形も存在する。という形も存在する。という形も存在する。 という形も存在する。という形も存在する。ABCF、ボン、コブの多いのように分かち書きされない場合も存在する。ABCF、ボン、めでたい CF ボン、ダクシュミーのみ CF ボン、ビマーナハット ABCF、ボン、すべてのジョージハット ABCF、ボン、という表記揺れも存在する。というように、マハーとコピット差が分かち書きされる場合もある。 CF 本、東方のパンの木、ルドラも参照。CF 本、CF 本、真実の法、誠実な、行い CF 本、トゲに富んだ CF 本、白面の CF 本、黄色い果実 CF 本、シュリーの木、聖なる木 CF 本、シュリー、吉祥 CF 本、トゲトゲしたもの CF 本、甘い花ラテン語、英語、ベンガル語、 英語、オリア語、日本語、英語、日本語、ボージュプリー語、タミル語、シンハラ語、パンジャーブ語、ヒンディー語、英語、ヒンディー語。ありがとうございます。